父ちゃん。山本周五郎作。沢上良太郎には五人の子供がある。太郎、次郎、花子、四郎、梅子。ほとんど年子で、上が10歳、次が9歳、8歳、7歳、5歳。そして、妻の三沢は妊娠していた。この町の人たちは、それら五人が、沢上良太郎の子ではなく、一人ずつ別に、それぞれ本当の父親があり、その父親たち五人が、この町に住んでいることも、彼らが自分の子を判別していることも、よく知っていた。妻の三沢は自分の腹を痛めたのだから、無論誰よりも熟知していたであろう。それを知らないのは子供たちと沢上良太郎だけだと信じられていた。沢上良太郎は良さんと呼ばれていた。背丈はさして高くないが、よく肥えていて、丸々とした顔は見るからに人が良さそうだった。太い眉毛も小さく丸い目も尻下がりで、唇が厚く、頬骨のところに肉が盛り上がっているため、小さくて丸い目は、そのコブの影から覗いているように感じられた。良さんの顔は、お人よしの条件を全部揃えている、とケチンボの並木井老人が言った。目も口も鼻も、ほっぺたも耳も全部、お人よしの部分品ばかり集めて、こね上げたものだ。良太郎の顔をよく見ろ、と、やその斉田先生は言った。あれは神さんに催眠術をかけられて、その術から覚めることができずにいる顔だぞ。冗談じゃねえぞ、あの人の目をよく見な、と、拝み屋のお常さんは真面目に言った。あれは真から人を小馬鹿にしている目だ。人も神も仏も、天から馬鹿にしている目だ。神さんの三沢は痩せた小作りな体で、顔も細く、頬骨が尖り、落ちくぼんだ目はいつもキラキラと光線的に光っていた。肌の色は黒く、髪は茶色で縮れ、額が抜き上がっていた。年は、良太郎より3つ下の32歳であるが、見たところは逆に4つくらいも年上のようであった。三沢はほとんど家にいない。食事の支度とか子供たちの着物の作るいなどはするが、あとは長屋のどこかで神さんたちとおしゃべりパーティーをしたり、つかみ合いの喧嘩をしたり、その仲裁をして酒を飲んだり、そうかと思うとしばしば半日もどこかへ消えたりしていた。ああ、まったく、女なんてつまらねえもんだ。彼女は一日に幾たびかきっとこう嘆かないことはない。男は勝手にしたいことをして、亭主関白だなんて、お田を上げていられるが、女は腰の骨の折れるほど働いても、楽しみに芝居一つ見に行きやしない。考えてみると何のために生きているのか、つくづく我が身が哀れになっちまうよ。良さんはやんわりと微笑しながら、せっせと商売のハケ作りに精を出していた。良さんは腕のいいハケ作りで、ハケといってもヘアブラシなのだが、問屋でも彼の作ったものは高級品として扱い、一流化粧品店とか洋品店、百貨店などへ納入していて、けれども仕事が遅く、数が上がらないので豪が煮えると言われた。確かに彼の仕事の遅さには、妻の三沢も豪が煮えると見え、仕事ばかりでなく、箸の上げ下ろしにまで露骨な非難を浴びせかけた。お前のすることを見ていると、あたし足の裏がムズムズしてくるよ。と、三沢は言う。まったく、どうすればこんなグズな男が、
生まれるんだろう。お前の二親が生きていたら、私は押しかけていって聞いてみたいくらいだよ。りょうさんは小さくて丸い目を細め、唇のあたりにかすかな微笑を浮かべながら黙って仕事を続けるだけである。飴色になった仕事台の上のちょっと右寄りに、厚さ3インチばかりの板が立てかけてあり、豚の毛を入れた筒とか、ブラシの台木、極細の針金、二皮の鍋などの材料が、りょうさんの左右に並んでいた。彼は左手で筒の中から豚の毛をひょいとつまみ上げる。一つの穴に入れる数は、およそ30本と決まっているが、彼は一度でそれだけ、つまみ取れた試しがなかった。つまみ上げてから、その度によく数えて、2本足すとか、1本引くとかするのである。なんだね、1本や2本。富沢が咎める。そんな細っこい毛の2本や3本。多くったって変わりはないじゃないか。そうかもしれないけれどね。りょうさんは微笑みながら、舌が重くて動かないような唇でゆっくりと答える。30本にしないとあたいの気が済まないんだよ。数が揃うと立ててある厚板の側面へ毛の根元の方をトントンと当てて根揃いをし、右手に持った極細の針金でキリキリと根元を巻き、針金の一端をブラシの穴に通して引き、毛の根を穴に引き入れて固定し、針金の余りをハサミで切る。穴は中の3列が20、左右の1列が17、全部で94あり、その一つ一つへ30本ずつ毛を植えてしまうと、固定した針金を叩いて平らにし、二皮を塗って裏木をかぶせて染める。二皮はいつも溶けていなければならないから、夏冬とも火鉢にかけてあり、したがってうちの中にその刺激性の強い匂いの絶えることはなかった。この匂いを嗅いでいると私は世の中が儚くなってきちゃうよ、とミサオは大げさに顔をしかめながら言う。世間にはちっと頭のいい人もいるんだろうに、にかわからのこの匂いを抜く知恵ぐらい働かせる者はいないのかね。もう臭くてとってもうちになんかいられたもんじゃありゃしないよ。ミサオは亭主の手伝いなど決してしない。仕事ぶりののろさをそしり、にかわの匂いにケチをつけると、自分はさっさと外へ出かけてしまう。夜の食事には大抵帰るが、昼飯には帰らないことの方が多い。良太郎も子供たちも慣れているため、彼女が帰らなくとも別に不思議はない様子で、父親が膳立てをするとみんなおとなしく飯を食べる。子供たちはみんな従順で、四郎までの4人は小学生であるが、成績はどの子も上位を占め、太郎はずっと休長を続けていた。あの子たちはこの町の七不思議の第一だね、とここの人たちは言った。どっちから考えてもあんな子供たちの生まれるわけがないんだから。子供たちは5人とも母親にあまり馴染まない。生活の大部分が父親だけで賄われているためか、それとも幼い神経で本能的に父を哀れと思うためか、母が家にいても甘えるようなことはなく、何でも父に相談し、父の手助けをしようとした。ここの住人たちの着物は、ほとんど洗い返し、縫い返した品である。新調するときにも古着屋から買うのがせいぜいで、そのため半端物や古着を背負って
定期的に回ってくる商人が二人いるが、持ってきた品を売るよりも反対にボロを買わされる方が多い、とぼやくくらいであった。亮さんの家族も例外ではなく、子供たちの着ているものは皆誰かのお古で、シャツもズボンもブラウスもスカートも何もかも継ぎはぎだらけであり、絶えず洗濯したり、解いて縫い直したり、継ぎを当てたり、ほころびを繕ったりしなければならなかった。無論みさおも黙って見ているだけではないが、八割方までは亮さんがやらなければならなかった。職業の関係で、細かな手仕事には慣れているためだろう。根気仕事ならお手の物とも言えるが、一日中家にいて子供たちを見ているから、汚れたものを着ていたり、ほころびが切れているのを見たりすると、つい手が出てしまうようであった。近頃では子供たち自身が自分たちでできることはするようになった。花子はまだ2年生であるが、繕い物なら何とかやってのける父、太郎と次郎は洗濯を担当しようとした。その上彼らは少しでも暇があれば、ブラシ作りの手助けまでしようとした。みっともねえ子だよ、お前たちは。とみさおはよく言った。男の子のくせに洗濯なんかしてさ、そんなこせこせした根性じゃ、ろくなものになりゃしないよ。子供たちは黙っている。学校の先生が自分のことは自分でしろと言った。などと言い返せば、学校の先生までが嘲笑の的にされるからだ。私はただの体じゃないんだからね、とミサオは主張する。私のおかずは別にするよ。たとえ、細切れ肉にしろ、マグロのアラにしろ、ミサオだけは一皿別におかずを作る。つまり妊娠中だから、それだけ栄養を取らなければならないのだという。他のものは見もしないが、末っ子の梅子はまだ5歳だから、肉を煮た時などは匂いがするし、どうしてもそっちへ目が行ってしまう。するとミサオが敵を見るような目で睨みつける。なんだいその目つきは、とミサオは怒鳴る。母ちゃんはただの体じゃないんだって言ってるだろう。二人分は食べなきゃ身が持たないって。世間へ行って聞いてみな。沢上さんとこのおかみさんはよくあれで辛抱してるもんだって、そう言ってるから。こんな臭い細切れ肉でさえ、おちおち食べられやしない。と泣きわめくこともある。そんなに食べたきゃお前食べな。母ちゃんなんか妊娠かっけで死んじゃったっていいんだろう。さあ食べなったら食べなよ。そしてキーキー声で泣き、皿のものをお梅の顔へぶちまけたりするのだ。ミサオが妊娠していることは確かだし、その相手も近所の人たちは分かっていた。1年ほど前に、米村五郎という若者がこの町へ移ってきた。途端にミサオが目をつけ、同時に御家のおとみさんも目をつけ、二人とも五郎にのぼせ上がった。御家のおとみさんは一人住まいで暇もあり、五人の子持ちであるミサオより優位な立場だったから、選手得点はおとみさんのものだったらしい。ある時五郎がおとみさんの家へ入り、30分ほど経ってミサオがその家へ飛び込んだ。五郎の入るのを見ていい、ほぼ時間を計ってそうしたのだろう。帯広裸のおとみさんとつかみ合いの大喧嘩になり、近所のかみさんたちが集まってきて、ようやく二人を引き分けたが、五郎はいつどうやって逃げたか、もうそこにはいなかった。その時ミサオが、私から絞るだけ絞って、こんな女と抱き合っていたのか、という意味のことを叫んだので、神さんたちの疑問の二つが解けた。
すなわち、ミサオのような女にどうして次々と男ができるかということ。また、良太郎がいい腕のハケ職人なのになぜ貧乏から抜けられないのかということである。良太郎の仕上げたブラシを問屋へ届け、賃金を受け取ってくるのはミサオの役であり、財布を握っているのも彼女であった。涼さんは賃金の高も聞かず、ミサオの持っている財布に今いくら金があるかも聞いたことはない。ミサオは亭主の稼いだものを好きなように使うことができるのである。そうは言っても収入の高は知れているから、男に貢いだところで些細なものだろう。他の社会のように背広を作ってやるの、自動車を買ってやるのというような話とは千マイルも開きのあることだが、この町では一杯の焼酎が他の社会の背広一着にも当たる場合が珍しくないのだ。ミサオが五郎にどれほど貢いだか不明である。五郎は田浦さんという仕事師の家に同居して、いたまには日雇い妊婦に出ることがあってもすぐに飽きてしまい、月のうち10日も働けばあとはブラブラしているだけというふうであった。おとみさんは強敵だが、物質的にはミサオが優勢で、五郎もその点をよく心得て巧みに両面作戦をやっていた。それが今年の春、おとみさんがよそへ引っ越していったため、ミサオが五郎を独占することになり、九千ラッパが鳴ったという次第であった。涼さんの五人の子供のそれぞれの実父はまだこの町に住んでいて、彼らもまだミサオとの仲が全く解消したわけではないという噂であった。おい、太坊のおふくろ、と太郎の実父は言う。おめえ若いのができたって言うが、この頃女プリが上がったぜ。よう、花子の母ちゃん、と花子の実父は言う。おめえこの頃すっかりご無沙汰だな。あんまり若いのばかり可愛がらねえで、たまにはこっちへもお裾分けをして頼むぜ。おつにすますねえ、みのじ、と四郎の実父は言う。めっきり油が乗っちまって、若造一人じゃとってもおっかたるいだろう。どうだ、久しぶりにやっとこでごってりといかねえか。次郎の実父は何も言わない。何も言わずに黙って実力行使に出るそうである。これらの呼びかけや行動は近所の人たちの目があり、耳のあるところで公明正大に演じられるのだが、みそは決してはにかんだり怒ったりするようなことはない。むしろ近所の人たちの目や耳に対して自分を見せびらかし、羨望感をそそるような態度をとるということであった。これほど明けすけな妻のしだらを良太郎は全然知らなかったのであろうか。住民たちは知らずにいると信じ、陰で笑うだけでなく、時には面と向かって当てこすりを一切するが、良さんは小さく丸い目尻を下げ、柔和に微笑するばかりで、いかなる反応も示さなかった。日本開闢以来、あんなお人よしのおたんこなすは見たこともねえ、と男たちは言った。俺っちが開闢この方、生きてきたわけじゃねえにしろさ。けれども時たま涼さんはつくづくと子供たちを眺めることがあった。食事の時、子供たちと膳を囲んで座りながら、突然茶碗と箸の動きを止め、びっくりしたような目で太郎を見、その目を次郎に移し、花子、四郎、梅子と見守るのである。何さ、父ちゃん。父の目に気づいてどの子かが聞く。どうかしたの？涼さんは緩やかに頭を振り、
優しげに微笑する。どうもしないさ、と亮さんは答える。みんな大きくなったな、と思ってね。ある日の夕方、次郎が泣きながら帰ってきた。三沢は例によって留守だったが、父や兄弟は皆いた。次郎は時たま外で喧嘩してくるから、初めは誰も気にしなかった。亮さんはブラシを作っていい。太郎はその脇でブラシの柄の艶出しをしていた。次郎の泣きようがいつもとは違うのに、花子がまず気づいた。どうしたの、次郎ちゃん。花子が運針の手を止めて次郎を見た。梅ちゃんが心配するじゃないの。泣くのやめなさいよ。父ちゃん、次郎は父の顔を見た。彼自身の顔は涙でぐしゃぐしゃに濡れ、目の周りから頬まで汚れた手でこすったためだろう。ネズミ色のまだらができていた。なんだ、次郎。父ちゃん、と次郎はまた言った。僕たちみんな、父ちゃんの子じゃないって本当？太郎と花子も、四郎も突然そこで、感触玉が破裂でもしたかのようにビクッとし、そしてみんなが父親の方を見た。その様子には彼らが同じことを長い間疑っていい、それがついに表面へ出たので、今こそ真偽を明らかに聞きたいという期待が現れていた。良太郎は仕事の手を休め、一人ずつ順に五人の子供たちの顔を眺めた。いつもの穏やかな微笑を浮かべ、小さくて丸い目を細めながら、そうしてまたゆっくりと仕事を続けた。そういうことは、自分で考えてみるんだな、と亮さんは言った。自分が父ちゃんの子か、そうではないかってさ。子供たちは黙っていた。父ちゃんはみんなが自分の子だということを知っている。亮さんは間を置いて続けた。だからみんなが大事だし、みんなが可愛くてしょうがない。けれども、お前たちが父ちゃんを好きでもなく、自分の父ちゃんだと思えないなら、父ちゃんはお前たちの父ちゃんじゃない。そうだろう、次郎。次郎の喉で泣きじゃくりの残りがひくっと音を立て、彼は手の甲で涙を拭いた。だってもみんなが言うんだ、ずっと前から。僕たちはみんな父ちゃんの子じゃない。本当の父ちゃんは別にいるんだって、と。次郎は言った。僕だけじゃないんだよ。あんちゃんも花子も四郎も言われるんだよ。父親はなだめるように笑った。人はいろいろなことを言うよ。父ちゃんのことだって、のろまで育児なしって言ってるのを聞いたろう。亮さんは喉で笑った。とんでもない。父ちゃんは力もあるし、喧嘩もうまいんだ。小さい時には次郎の倍も喧嘩をしたし、一度だって負けたことなんか、ありゃしないんだよ。亮さんは左手のシャツの袖をまくって、二の腕を子供たちに見せ、そこに長さ15センチほどの茶色になった傷跡を示した。これはね、友達にナイフで切られた跡だよ、と彼は言った。父ちゃんが小学校6年の時だったが、そして彼は、受け持ちの先生まで脅すというクラス一の乱暴者をどうやって叩き伏せたか、ということを仕方話で語った。ナイフで腕を切り裂かれながら、相手の花柱を
殴りつけるところでは子供たちは唇を引き締め身震いをした。その中で太郎だけは父親に気づかれないように目を伏せた。彼は父親の腕にある傷がどうしてできたものか知っていたらしい。その上それは亮さんの語っているような勇ましいものではなく、子供の彼が思い出すのも恥ずかしいような屈辱的な出来事だったということが、そっと目を伏せた彼の表情に現れていた。亮さんはまた自分がのろまでないこと、仕事が遅いのが仕事を大切にするからで、それはお前たち子供のため、子供たちをつつがなく育てるには信用のある仕事をしなければならないからだと説明した。これが父ちゃんの本当の気持ちなんだよ、と亮さんは言った。いざとなればいつでも三人や五人は叩き伏せてみせる。弱いものはダメだ。強い相手でなければやらないがね。それから仕事だってそうだ。その気になればブラシの200や300は一日で仕上げてみせるよ。亮さんはそこで自信ありげに微笑し、子供たちの顔を順に見回した。けれど長屋の人たちは、こんなことは知りゃあしない。なんだのかんだのって好き勝手のことを言ってるだろう。次郎。亮さんは微笑を広げた。どうだいみんな。父ちゃんのことを信用するかい？それとも長屋の何にも知らない人たちの言うことを信用するかい？父ちゃんだ！と言って次郎が手を挙げ、次に太郎、続いて四郎、花子が父ちゃん！と言って手を挙げた。梅子は話がよく飲み込めなかったのだろう。みんなの顔を眺め回してから、あたいは姉ちゃんと言って花子を指さし、みんなが笑い出した。本当の親か本当の子かなんてことはねえ、誰にも分かりゃしないんだよ。良太郎は仕事に戻りながら、いかにも柔らかに言った。お互いにこれが自分の父ちゃんだ。これは俺の子だって、心からそこから思えば、それが本当の親子なのさ。もしも今度またそんなことを言う者がいたら、お前たちの方から聞き返してごらん。お前はどうなんだって。返事のできる者がいたら、お目にかかるよ、と言って、亮太郎は極細の針金をキュッと締めた。太郎は黙って、艶出しをしていた。